はい、家でできる、トレーニング、家で飛んだり跳ねたりするとお父さんお母さんに怒られますので、布団の上でできるトレーニングを3食できたと思います。最初は、ウィッシュ、はい、しっかり手と足を伸ばして、手で足首をタッチ、はい、2種目目はクライマーというのをやります。腕立て伏せの状態になって足をゆっくりと片足ずつ胸の方に近づけていきます。これを30回やります。30回、はい、よーい、どう、ランジです。まずちょっと歩幅を広めにとって後ろの膝を床につかない、ギリギリつかないまで下げます。これを、片足ずつ10回でいいんですけど、最後の2回だけ、10秒ずつ下げてください。はい、では、左足が前からいきましょう。はい、1、2、3、4、5、6、1、8、はい、次から飛びます。はい、9、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、ラスト10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、後ろに変えます。今度は右足が前、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、以上3種目です。小学生は、まあ1セット、大人は頑張って3セットできる人はやってみてください。以上です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。